皆さん、こんにちは。近い地域一番実践会地域一番プロデューサーの井上隆之です。今回は委員長先生がブログを週1回ですね、1年以上書き続ける3つのポイントということでお話しさせていただきます。インブログはですね、ホームページを見て非常に重要な位置づけになってきています。私は全国で20位以上のですねクライアントさんにお伺いしてるんですけども、このブログをですね、コンスタントに書いている院さんとですね、書いていない院さんとではですね、ホームページの順位というのはかなり違ってきています。ブログをですね、書いている院さんは着実にホームページの順位が上がっています。さらに 患者さんの満足度というのも上がっていますこのようにですね私の担当している委員さんの多くですねブログを書き続けることで成果が上がっています そんな先生方も最初からブログを書いていたわけではありません。ブログを書くのは本当に大変です。書くのに時間もかかりますし、何を書いていいかも分からず、考えるだけでも苦労します。また、書いたところで本当に意味があるのか、そ成果につながるのかっていうのも、測りづらいっていうところがあるかと思います。それが途中でやめてしまう原因かなっていうふうに私は思っています。ただ、これからお伝えするポイントをですね、押さえていただくだけでですね、これまでブログが続かなかった方でも、これからブログを書こうと考えている方でもですね、ブログを書き続けることができる。そんなコツをお伝えしますので、ぜひ、 最後までご覧ください地下院地域一番実践会の youtube チャンネルでは今後もですね地下院経に役立つ情報を配信していきます有料級の情報も配信していきますのでぜひチャンネル登録の方ですねお願いいたします冒頭でもお伝えしましたがインブログの重要性というのは年々高まっている傾向にありますそれはですねこちらの2つですね情報発信ツールそして SEO 対策としてのこの2つの役割からなっています 重要性がです、ね、高まっている理由としてですね、ホームページだけだとどうしても情報発信力が弱いというのが一つあるかと思います。例えばですね、い院で新しくマウスピース矯正を始めたとします。そうした時にですに、ね、患者さんに伝える方法としては、ホームページで掲載をする、新しく診療科目を追加する、マウスピース矯正のページを追加するというところがあるかと思います。それだけだとどうしてもですね、マウスピース矯正に関してどういうものなのか、より詳細にですね、どういったメリット、デメリットがあるのか、そしてリスクがあるのか、また た料金体系ででですすすねねね治療期間も含めてです、ね、あとです、ね、患者さんからしたら実際の治療の体験談も聞きたいわけです。ただホームページだけですとここまでカバーできないですしまたフットワークもそんなに軽くないので修正に数ヶ月かかってしまうということもあります。 なのでこういった付加価値のある情報ですねスピーディーに伝える手段としてブログが必要になってくるわけですね,これねブログがない印さんっていうのはですね新しい情報発信ができないということになりますのでずっと古い情報が載ったままになってしまいますそのまま古い情報がホームページに載りますのでそれでは患者さんからしてもですねホームページ見たいなっていうふうに思わなくなってしまいますし Google からしてもですねホームページずっと更新されてないなっていうことになりますので検索順位もやっぱり下がっていってしまいますそういった意味でですねブログの更新は SEO して効果的になりますまたですねこのようにですね書いたブログをホームページに掲載するだけではなくてですね院内でも患者さんのデンタル IQ を高めるための教育剤として活用することもできます私が担当しているクライアントさんにはですねブログ記事を印刷してそれをお渡ししています例えばですね根治の時は根治がどういった治療なのかということをですねそういったブログを書いてますのでそのブログを印刷してお渡ししたりとか歯周病の説明の時はですね予防の重要性というタイトルでブログを書いてますのでそのブログをまた患者さんにお渡ししたりというような形をとっ そうするとですね患者さんも家に帰った後でもですね口腔内のことを意識を向けていただけるようになるという形になります。これまで説明した通りですねイン,インブログというのは非常に重要になってきてるんですけどもただ書き続けるのは大変ですとかブログを書く時間がないとか何を書いたらいいかわからないというようなそういったさまざまなハードルはあるかと思います。 ただですね私が思うにブログはですね自転車を乗りこなすのと同じようにですね一度基本的な書き方そして書き続ける方法を押さえればですねあとは日常的に無意識にできるようになる体が感覚をつかんでいくことが大切なんじゃないかなというふうに思っています。 このブログをですね、書き続けるポイントがいくつかあるんですけども今回ですね、その中でも厳選して3つにまとめてみました1つ目のポイントはですす。ね、時間の確保になりますそもそも時間がない時間が取れないというのはです、ね、ブログを書くことが優先順位として低い可能性がありますので上げてもらう必要があるんですけどもブログはです、ね、皆さんが思っている以上にそんなに時間はかからないです1時間程度ですね、早ければ30分 1分程度で書き下りますのでその時間の確保していただければというふうに思いますブログを書く時間ですねさすがに診療中にとっていただくのは難しいかと思いますけれども休憩中であるとかあと診療後のちょっとしたですね隙間時間にとっていただくのはいかがでしょうか 毎週会部の診療後ですね、ブログ執筆と明確に院長先生の時間を確保しておくと実施されやすいかと思いますし、ある先生はですね、銀行に振り込みに行って、その振り込みの並んでいる途中にですね、その待ってる間にスマホに打ち込んでブログを書き上げているというような、そういったケースもあります。またですね、お風呂に入ってる間にブログのネタを考えているという、そんな先生もいらっしゃいますので、いずれにしてもですね、時間の確保というのは、ブログを書くことルーティンに組み込むことが大切になるかと思います。2つ目は、テンプレート化になります。 特にブログの場合はですね、何をテーマに書いていくかわからないという先生方多いんじゃないでしょうか。まあ、実際のところですね、狙ってヒットさせたりですね、見られやすいブログを考えて書くのはかなり難しいと思います。なので深く考えずにですね、普段の診療の中からネタ、テーマをですね、考えていただけるといいんじゃないかと思います。その中でおすすめなのは、診療中で患者さんが聞かれた質問ですとか、患者さんの悩みをテーマとして、それを取り上げると書きやすいと思います。 聞かれて答えた内容をですね、そのままブログとして落とし込めばいいわけですね。もしくはですね、ホームページにメール相談フォームをですね、設けている委員さんの場合はですね、そちらの相談フォームに来た内容をですね、そのままブログに書くのもいいかと思います。いずれにしてもですね、新しいテーマを考えるのではなくてですね、日常に潜んでいる会話の中からですね、テーマを広げていくというのが効率的なブログ作成のポイントになるかと思います。 最後の3つ目はモチベーションの維持になりますブログをですね書き始めるとですね必ず継続という壁にぶち当たります時間が取れなくなったですとかやっていても効果が感じられないというのはですね理由は様々ありますけどもブログはですねそもそも効果はすぐ出にくいということをまずは理解しておいた方がいいかと思いますただですねある一定までやり続けたら必ず効果は出ますその効果が出そうな予兆がありますのでそれは通で分析すると分かりますですので投稿したらですね 投稿ししっぱななでではなくてですねそのブログがどれだけ見られているのかっていうのをですね確認することが大切になります。見られていることが分かれば、それがモチベーションになりますし、次はもっと見られるブログを書こうとか、ですね患者さんに役立つ内容を提供しようといった、そういった気持ちになります。そのためにですね、Google アナリティクスを活用することをお勧めいたします。こちらですね。 Google Analytics はですね、ホームページのページごとにですね、アクセス数であるとか、そのページの滞在時間というのを一覧で確認することができます。このようにですね、アクセス数がですね、ページごとにランキングで出ていきます。なので、ブログ以外のですね、診療科目とか、そういったページもランクインされるんですけども、ここで,ですね、見られているブログというのが確認できるわけですね。こちらのインさんの場合はですね、2つのブログはですね、トップ10にランクインしているということがまあわかるかと思います。 またですね、こちらのインさんの場合はですね、トップ10が全てブログになってますけども、一番見られてるブログはですね、月に6000回以上ですね、見られてるっていう、非常に多くの人に見られてるっていうことが、この Google Analytics から確認できるわけですね。あとですね、このブログのアクセス数の、まあ、推移っていうのも確認することができます。こちらを見ていただいてですね、投稿してからですね、やはりですね、すぐにはアクセスは伸びないっていうことですね。やっぱりある程度2、3ヶ月かかってから少しずつ伸びていくっていうのがこれで確認できるかと思います。なのでですね、最初は諦めずにですね、 継続的ににブログとといいうのは書いていくことが大切になります今回に関してはですね Google アナリティクスに関してですね詳しくですねこれ以上説明はしないんですけどもホームページの業者さんに確認していただいたらですね設定方法とかあと分析方法っていうのを教えていただけるかと思いますので是非確認してみてください今回ですね院長先生がブログをですね書き続ける3つのポイントということでお話しさせていただきました1つ目はですね時間の確保2つ目はテンプレートかそしてモチベーションの維持というですね3つをお伝えさせていただきました近い地域一番実践会では この YouTube チャンネルだけではなくてですね、LINE 公式アカウントの取り組みも行っております。登録者限定でですね、有料級の情報を配信していますので、ぜひですね、概要欄下のリンクの方からですね、登録の方をお願いいたします。このようにですね、6日間の無料ゼミと有料級の情報も提供しておりますので、概要欄のリンクからですね、クリックの方をお願いいたします。それでは以上となります。ありがとうございました。